話がですか、どうなってたかってことを。太田さんがじゃないですか。今の私はない。うるさいよ。お前が分析をするの、想像するわけ。じゃあちょっと、ひがりさんあたりからして、はい、もしね、あ、ひがりさんがサザンじゃなかったらですか。どういうあれですかね。人間品屋の親父。人間品屋の親父さん。じゃあ続いて行きましょうか、松田さんします。まあね、ね、僕はなんかあのプロボクサーとかに、ね、あーじゃあ大森さんはとにかくあの何やってるか分かんないけど、ハワイにいる人って。何やってるか、いますよね、確かにそういう人って、うん、さあもう一人分かんないって言ったんですけど、関口さん、すごい格好ですね今日は、コント作家とかそういう感じしますよね、笑いのね、うん、さあ続いて原さん。原さんはなんかあの健康法とか生み出しそうな。それは職業でもねえやねん。なんで健康法を生み出す人。独特の自分の健康法、うん、美容法とか、ーは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 ー、そういうのをこう生み出す、ね、よく女優さんとかでもいますよね、そういう人ね。さあそしてもし桑田さんがサザンをやってなかったら、なんでしょう、なんでしょう、なんか怖いな。トラックのうんちゃん。もうちょっとトラックの運転手さん。あ、さあ続いてはですね、はい、数多くある名曲の中から太田さん、田中さんが選んだベスト3をちょっと発表していただきたいな。1週間ぐらい考えたんですけど、ね、最初嫌だって言ったんですよ。ですよ、本当はね、1曲選べなんて言ったってね。そうなんですよ、絞りきれない、絞りきれないですけども、一応ですね、爆笑問題のマイフェイバリットサザンということでですね、3つ挙げさせていただきました。じゃあ一番下から見てください、はい、まずはこちら、お、はい、お願い DJ。 すごいね、カラオケで初めて見つけた時の感動はなかったです。あ、あんたもそう、ね、カラオケ屋さんで、今はもう本当にほとんど入ってる、バーっていっぱい入ってるんですけども、最初の頃ってやっぱシングルカットされた曲だけでね、でなってたんで、我々ファンとしてはですね、やっぱりそういうのも歌いたいけど、やっぱりね、他のアルバムの曲とか、ね、アルバムの中の曲とかも歌いたいんですけども、そしてはい、ラチェンドリのシスター、これはもうとにかく僕は彼氏になりたい、どういうのっていう気持ちがね、本当になんでね、割と恋愛の本当にね、初期の状況でハマる状態ですよね。そして、マイフェイバリットサザン、はい、じゃあ来た、はい、本当にもうご自分の体験なんですね、あの曲は。あれは体験じゃないです。それは言えないですよ、体験。バカ、いや、バカって。そうだし、うん、シーガーディアンとか、うん、でも一応ちょっとはあれね、ええ、もうここだけの話ですけどね、ええ、観光ガイドみたいなものいっぱい出てるじゃないですか、はい、で塩作ってたんですよ、ええ、スタッフに買ってこさせたんですよ、いっぱい。あ、それで調べて、調べて、はぁ、これはなんか自分では言ったことない、いかにも2みたいな。結構がっかりする人になるんですよ。さあ、でこれから、はい、ニューアルバムが、はい、ニューアルバムが、2年3ヶ月ぶり、はい、まあ、今日はね、その、まあ、ニューアルバムの桜の中からというかね、そうですね、2曲、はい、スパンオフィシャルスペシャルライブをやっていただけるということで、お楽しみください、どうぞ。
ラブアフェア秘密のデータ。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。